おはようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんでですね、何やら、お、これ初めて見るな、ね。YouTube とかでもいろいろね、紹介動画とかが出てるんですけども、ドライブショットの 4.5 インチ、OSP のね、新しいワームが売っていたので、一袋ね、買ってきてみました。そんでね、これね、カラーがね、すごい魅力的なね、ミミズーっていうね、カラーね。こういう感じのね、いい色味があったんで、一袋買ってみました。早速ね、開けていきたいと思います。パッケージを見るとですね、バックスライドセッティングが、まあ、基本セッティングの1で書いてあるんで、まあまあまあ、バックスライドで使うんだよっていうのと、あとね、順差しセッティングにも対応しているってことで、まあ、バックスライド系のワームなんだけど、いろいろ使ってみてねっていうことみたいですね。で、ですね、何個入ってるのかな。おお、あ、1、2、3、4、5、5本ね入ってますね。で、こんな感じのワームなんですが、わあ、この色いいなー。あー、で、うん、あのね、結構ね、すごい匂いがついているんで、まあ魚くわえ込んだら離さなそうな、あのね、すごい匂いが、部屋に充満しております。そして、まあこういう細かいところはすごい気になるところいっぱいあるんですけど、まあ、丁寧にいろいろね作られてますが、一番特徴的なのはここっすよね。あー、このね感じいいなと思って、ここに8本のね手がついてるんですよね。チューブワームみたいな感じのね、こういった触手のようなこう手がついていて、でこちら、まあ、パッケージにも書いてあるんですけども、オフセットフックで、まあ、40番のフックとかでこのお尻側から抜き刺して、愛がこっちにある状態で、こっちがお尻みたいね、それによってこうバックスライドしていくよーね、こういうワームみたいなんですけども、で40番っていう風に書いてあるんですけども、魚の状況とかによっては50番使ったりとか、まあはたまた本当こっちから刺したりこっちから刺したり、いろんな使い方に対応、してるよね、そういうことみたいなんですが、基本はノーシンカーでこうバックスライドでこうえぐれの下とかに入れていくね。通常だとこう普通に投げてまっすぐ押していくところが、バックスライドね、着水点よりさらに奥の方にね、糸を緩めて送り込むことによってこう入れ込んでいくことができる。これによってなかなか反応させづらい、例えば夏のシェードにがっつり隠れているバスとかに効果的にね、アピールできるよってことみたいで、で今ね40のフックがないんで、例えばこの50のフックとか、40はね、こういうのね、カバー入れるときにですね、パイルドライバーとかね、よりこの、ずれづらいので、打って抜いて、打って抜いてってやっていくときは、こういった形状のを使うことが多いんですね。あとね、これ結構細身の形状なんで、こういう、ね、Z カスタムなんかもね、ぴったりなんじゃないかな、ね。あー。Z カスタムなんか、これ50番ですけどね。これなんかもすごい、シルエットをね、細身の比較的シルエットなんで、バランスよく組めるんじゃないかなって。まあ、こういったね、針とかを準備してみつつ、あとね、重さの方もね、測っておきたいと思います。結構、チューブワームみたいな形ですけども、この要は中身が詰まっているので、単体での重さも結構期待できるんじゃないかな。何グラムでしょうか。あ、ちょっと想像以上ですね。10.5 グラムっていうことで、針つけないで 10.5 グラムなんで、まあ試しに、ちょっと50番とかになっちゃうんですけどね。ここら辺の針つけたらさらに、単体で重い感じになるんじゃないかな。じゃあね、針セッティングしていきたいと思うんですけど、このね、真ん中にちょうど刺しやすいようなエリアがね、ここかき分けるとあるんですね。これはね、ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、結構ね、まあここ
8本で下に4本ついてるんで、その2本の間からちょっと上目に行くとすぐそこにたどり着くんで、まっすぐまず一発抜き刺してくるりんぱでね、これこういうのがね OSP やりやすいですよね。この針何個目に刺したらいいか、目測で調べておくわなみたいなのがあって、50番だとだいたい後ろから3つ目の穴あたりで抜き刺せばいいとこ行きそうだよっていう感じなんで、これで真ん中のスリットにね出るようにやると、あーいいっすね。初めてでもね、こういうガイドの穴とかがすごいねしっかりあるから非常に目測がやっぱつけやすいですね。で針先もこうね露出しないで、でもかかりがいいような感じでね、こうしまっておくことができてって、まあちょっとねこれね水晶より1個でかい50番なんですけど、50番の針とこのボディだと何グラムになるんでしょうか。11.6g っていうことで、でこのスリムでシュッとした感じの形状なんで、これはもうなんかね投げやすそう入れやすそうで、無駄なパーツがないからね奥に入っていくのはね、こうトゥルンって入っていきそうな、その形状で、でテッテッテッて引っ張り上げてきた時にはここら辺がフレアしてね、こう水を受けてアピールしてくれるのかな。ここら辺のあの水中映像がですね OSP のね動画とかですごいね出てて、それを見るとね、あこれ釣れそうな動きだっていうのがね、一目瞭然で見えるいいね水中映像の動画があるんで、ぜひねそちらも、見ていただきたいんですけども、早速持って、まあこれからちょうどですね、夏のシーズンになってバスがなんだろう、こう、下をズリズリ行ったりとか、そういう動きよりも、なんだろう、夏になると本当、チャポンってついてから、上から下にこう、ね、動くのに俄然反応が良くなってきますからね、そんな、なんだろう、今日は、あっちいなーっていうね、感じの日ですよね。それで、日陰に多分バスもこんな暑いんじゃ隠れなきゃやってらんねえよなーなんて人間が感じるような時で、バスはその打ち込みづらいややっこしいね影のところに隠れてるはずなんで、そんなあたりからが、もうチャンスになるんじゃないかなねっていう、まあバックスライドの使い方と、それとあとね一番この形状を見てやりたいなと思ったのが順差しのテキサスリグですよね。もう頭側から抜き刺してね、でやっぱガイドの穴があるから分かりやすいですから、スパンと抜いて、これでこっち側にテキサスの進化ね、ライトテキサスの進化とか 5g とか 7g ぐらいまでのねやつを準備して、それでこうテンポよくね岸際を打っていく、そういう使い方ね早くしてみたいな。その使い方もねこういうまあシンプルな形状なんでね、それでこう入れて帰ってきやすい、入れて帰ってきやすいね、リーダーレスダウンショットであるとか、あとはテキサスリグ、そんな感じで使ってみたいなっていうのがあって、でそういうのはね一年中結構投げるんで、まあ夏のフォーリングパターンに限らずですね、まあ今の時期なんかも効くと思いますし、この小粒でキュッとしたボディね、それで要は身の詰まったチューブワームっていう感じですよね。今ねもうだいぶなんだろう、前はね結構チューブワームってフリッピンチューブとか、あとはそうですねエコギアとかね、ああいったノリズとかああいったところから結構チューブ系のワーム出てたと思うんですけど、あとケイテックとかねチューブワームからスタートしましたし、ただ最近あのチューブワームがあんまりないなと思って、なおかつその中身が身がギュッとしたチューブワームってねないなっていうのがあって、そうまあゲイリー山本のあのイカとかねあんなイメージですかね、まあそれのこうイメージ的にはちょっと
スリムシルエットな感じで使えるんじゃないかなね。そういう使い方もしてみたいなと思って一箱買ってみました。でね、こんな超魅力的なカラーがあったんで一袋ね買ってみましたけど、ちょうど今ぐらいからじゃないですか、それから秋ぐらいまでそのフォーリングとかが、ちょっと落ち着くまで、まあでもフォーリングが終わったら今度はこういう順刺しで多分ヘビキャロの具ね、秋とか広範囲に探るときヘビキャロの具でちょっと重めの進化でピュッピュッって煽ってこうダッダッフワーッダッダッフワーッね、こういうのでも絶対ねこれ効きそうな形なので、まあせっかくね一袋買ってみたんで針とかもいろいろ使い分けながらね試していきたいと思います。で OSP ね動画とかもいっぱい出てくるので、プロの人がこうやって使うんだぞみたいな感じのね分かりやすい動画とかもどんどん出てくるかなって、そこら辺も楽しみなんですけども、まずはね、一袋買ってみたんで、ああでもないこうでもないいろいろ使い込んでみようと思います。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、OSP から新しく出たですねドライブショットの 4.5 インチ、これを買ってきてみてってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。